恋人とか結婚相手がいると頑張れるのかとかっていうのを聞きたいんですけど。今回の動画はインタビュー動画和田直子選手インタビュー第2弾をお届け。これは必見、まさかの恋愛事情にも切り込んでいます。ぜひ最後までご覧ください。あなたのチャンネル登録がサッカー界、女子サッカー界の未来を変える力になります。ゴー !DJ 渡るサッカー伝道師チャンネル。はい、 DJ 渡るです。今回の動画は和田直子選手インタビュー第2弾です。1回目はね、サッカーのこと中心に聞いていきましたけども、2回目はプライベートのことについて聞いております。特にやはり面白かったのは恋愛事情かなと、はい、思っております。まあ、和田選手は優しく、それからしっかりと何でも答えてくださる方だったので、僕もね、ちょっとつい調子に乗ってしまい、いろんなこと聞いてしまったんですけども、ちゃんと答えてくださって本当にね、感謝しています。ありがとうございます。第1弾に続き、本当に笑いの絶えない素晴らしいインタビューになっておりますので、ぜひ最後までご覧いただければなと思っております。そして第1弾見ていない方、概要欄とかにもね、貼っておきますので、ぜひ和田直子選手のインタビューボリューム1第1弾もね、ご覧いただきつつ、そしてこの動画もね、見ていただきたいと思います。最後までご覧いただければなと思っております。というわけで、和田直子選手のインタビュー第2弾、お楽しみください。WE リーグについてどう思いますか？成功すると思いますか？いえ、してほしいっていう感じですね。WE リーグ、今まだ始まってませんけど、こういう風になってほしいみたいなのありますか？なんだろう、J リーグとかも地域密着っていうところをすごい理念に置いてるじゃないですか。やっぱそこもなんだ、プロになって時間ができたことで、はい、貢献活動とかもすごい積極的にできる時間が増えると思うんですね。例えば私の友達なんか、初めて女子サッカーを見に来てくれた友達なんかは、なんか思ったより面白かったとか、男子より面白いかもとか、また来たいとか言ってくれることが多いんですね。で、やっぱその面白いんだけど、なんか最初に女子サッカーを見に行くきっかけがないのかなって思ってて、やっぱ地域をこう取り込んでいくこともそうですし、例えばマスメディアに取り上げられることを待ってたら多分ダメだと思って、テレビって多分いろんな要素があるじゃない。いろんな要素で取り上げる、取り上げないとか、はい、自分たちじゃどうもできないことじゃないですか。ネタですよね、向こうがいいと思うネタがね。そういう要素がいろいろあるから、うん、なんだろう、待ってちゃダメで、自分から。そう、なんか女子、じゃあ今や SNS とか YouTube とか、うん、そういうソーシャルメディアって言われるものが普及してて、多分テレビよりも見るんじゃないですかね。わかんない。私はテレビあんま見ないんであれなんですけど、はい、誰でも発信できる媒体があるじゃないですか。うん、そういうところに力を入れて、興味を持ってもらうことをまずやっていかないといけないかなっていうふうに思います。まず、露出じゃないですけど、そういった、テレビ以外でも SNS とか YouTube とかそういったところに露出度を増やして、で、まず知ってもらうこと。でも、多分きっかけがないのかなっていうふうに思います。どうやって見れるのとか、どこでやってるのとか、きっかけがないっていうのは本当よく聞きますね、周りで。多分本当にそうだと思います。本当にね、なでしこジャパンが優勝して、しばらく経ってますけど、ああいうことができるのに、ね、今なでしこリーグ、WE リーグ見に行く人がじゃあ少ない。どういうこっちゃっていうね。日本人ってミーハーなんですかね、わかんないですけど。そうです、ミーハーです。みんなミーハーです。テレビで取り上げられたら、盛り上がるんじゃなくて、なんかもっといろんな SNS とかがあるから、そこで盛り上げたらなって思うんですけど、難しいんですかね。ちなみに選手から見て、なでしこリーグとか女子サッカーの魅力ってどういうところにあると思いますか？やっぱ男子と違ってスピード感とかがない分、こう戦術とかが見やすかったり、細かいところが多分初心者の方とかだったら、初心者っていうかその見る観戦始めた方とかだったら分かりやすいんじゃないかなっていうふうに思いますね。あと汚いプレーとかがあんまりない。うん。うん。ほっとそうです。マジで本当なんか優しいというか、そのプレーではもちろんこうしっかり行くとこは行くし、プレーしてるからそういった部分はやるけど、僕行ってみて思ったのがブーイングあまりなかったりとか、ちゃんとこう受けあるところもありますけど、でもまあそこまで多くなかったりとか、受け入れてくれる体制がちゃんとしっかりしているし、で地域密着じゃないですけど、サポーター同士もなんかこう初めての人も受け入れてくれるとか、こう優しい部分がすごいあるなと思ったんですね。あ、そうですね。めちゃめちゃ優しいと思います。WE リーグで今発表されてますけど、注目されているチームとかありますか？注目しているチーム、もしくは選手。注目しているチーム、はい、もしくは選手。前いたレッツと野島、あと新しくできたサンフレッチェと大宮アルディージャは面白楽しみです。選手で言うと、じゃあサンフレッチェは川島春奈選手。ああ、いや、いい、わかる。すっげえわかる。めちゃくちゃうまいなと思ってたんですよ。めっちゃうまいです。うまいですか、やっぱり。ちょこまかちょこまかして。ずっと走ってるし、すごい注目です。足元の技術。もう技術もすごいし、体力もすごいし。あ、体力あるんですか？体力やばいです。マジですか？マラソン選手かみたいな。マラソン選手、そんな。いや、なんか練習見に行った時に、なんか夏行って、野島の選手って結構帽子かぶってるじゃないですか。うん。川島春奈選手、ずっと帽子かぶってて。ああ、ずっとかぶってます。ヘディング痛くねえのかなと。したら全然しないっていうね、ヘディング。ヘディングする練習だったら普通外すんですけどね。外さないですか、やっぱり。あ、ヘディングする場面がある練習になったら外します。ああ、そうか、そりゃそうですよね。他にいますか、注目は。じゃあ、大宮アルディージャ。はい。乗松瑠華選手。ああ、すげえいいとこついてくるな。乗松選手、元浦和ですもんね。そうです。ディフェンダーでしたっけ？ディフェンダー？センターバック。センターバック。だと思います。どういうところが魅力ですか、その乗松選手。いや、もうめちゃめちゃうまいんですよね。なんかアカデミーの時も一緒で、はい、レッツでも一緒だったんですけど、天才みたいな。言葉が合ってるなみたいな感じで、足も速いし、ビルドアップ能力とか見てるところも素晴らしいし、クイックネス、そのアジリティの部分も素晴らしいし、天才です。一言、天才と。あと野島いいですか？あ、いいですよ、どうぞお願いします。小林美晴選手。ああ、わかる。サイドバックが主で。結構ね、野島の試合とか行くと、美晴美晴って言ってるんですよ、サポーターの皆さんが。人気ですよね、多分。人気なんですよ。どういうところですか、注目ポイントは。注目、左利きで、でキックもうまいし、足がめちゃめちゃ速いし、体力もめちゃめちゃあって、もう何回もオーバーラップしたりとか、守備も強いし。サイドバックとしては完璧ですね。そう、性格も好きです。性格、どんな性格なんですか？なんかふわふわしてて、たまに超毒舌みたいな。毒やだな。いや、面白いんですよ。面白いです。仲いいですか？仲いいと思ってます。いいと思ってます。本人はどうかわかんないけど。最近も連絡取ってたんで。ああ。ちなみに和田選手の野島だけではなくて、仲のいい選手はいらっしゃいますか？田中陽子とか、田中陽選手ですね。田中とか、山本麻也とか。はいはい、もうスペインですね。はい。とかはよく連絡取るし、あと、野島にいた選手だった、あと、韓国にいた田中芽生えとかもよく連絡取るし、あとアカデミーの同期8人いるんですけど、はい、はよく Zoom で話したりします。あ、Zoom で話すんですか？ Zoom でたまに、たまに。今、今こうコロナの状況でいろいろ遊びに行ったりといけないかもしれないですけど、よく遊びに行く選手とかやっぱ田中選手とかその辺ですか？そうですね。どんな話するんですか？そういう集まったら。どんな話？うん。気になる。あ、でも陽子とかも、陽子とはめっちゃなんか深い話しますね。なんかそのサッカー的な。サッカーの話は。ほぼしないんですけどじゃあどういう感じで深い話ですか？これからの人生ってことですか？人生とかなんか、こういう考えなんだけどみたいなこう思うよねみたいななんだろう日本にいた時に例えばオフシーズンとかはどういうふうに過ごしてたんですか？和田選手なんか本当野島にいた時とか、はい、走りが辛すぎてなんかオフあんま楽しめないんですよね疲れてってことですか？そうそんなに走りが怖すぎて、まあでもどっか行ったとしても6時ぐらいには絶対家にいるみたいなマジっすか？すげえな。家でじっとしてる方が逆に次の日動けなかったりするんで、ここはなんか難しいけど、サッカー中心になっちゃいますよね。女子サッカー選手は恋人とか結婚相手がいるといいですか？プレーに影響はあるのか、頑張れるのかとかっていうのを聞きたいんですけど。人によるんじゃないですかね。全然わかんない。和田選手はどうですか？変わらないと思います。いてもいなくても。うん。プレーにはあんまり影響出ない。別物じゃないですか、多分。おお、もう絶対無理ですもん、僕は。あ、本当ですか？うん、収集できなくなっちゃう。もうじゃあ割り切れるんですか、完全に。うん、割り切れるっていうか、そんな波乱万丈なことがない限り。ああ、でも別れた次の日に試合とかだったらどうですか？それはきついですね。ほら確かにきついですね。逆はどうですか？恋人ができてた次の日の試合とか。頑張れるんじゃないですか、ね。ほらさっきと言ってること違うじゃないか。確かに確かに。やっぱでも、まあ多少はね、まあ人間ですから。結婚願望はありますか？結婚願望ですか？なんかいつかしたいなと思っていたら27歳になってたみたいな。まだまだですよ。あ、まだまだですか？まだまだですよ。僕より若いですから。いつまで結婚したいとかっていうのはあったんですか？昔は。昔はいつまでとかはなくて、本当27、28とかに結婚して子供産んでみたいなのは漠然とねありましたけど、その当時考える27とかって全然違いますよね、イメージ。なんかその当時多分考えてた27って多分めっちゃ大人だと思ってた。そうなんですよ。今考えたらこんなもんかみたいな。そうなんですよ。だから今考えると、ちなみに何歳まで結婚したいとかっていうのはあるんですか？いや本当ないんですよね。今は何歳とかはなくて、縁があればしたいです。でも気づいたら27になっちゃったと。そうなんですよね。そんなこと言ってるうちに27歳になっちゃった。結婚相手に求める条件みたいなのあります？条件とかはないんですけど、なんか余裕があって、心に余裕があって、周りが見れてて、なんかいろんな考え方ができる人っていうか、プライド高い人とかちょっと苦手ですね。いるわーとか言ったらなんかあれだけど最後に何か例えば皆さんに伝えたいメッセージであったりとか、あと何か和田選手本人がやっているなんか活動とかで伝えたいことがありましたら、何か最後にお願いいたします。これから日本でも WE リーグが始まって、もうどんどん女子サッカーが日本でも盛り上がっていってほしいなっていうふうに思ってます。海外でもやってる選手もいっぱいいて、で今後の、女子サッカーやってる中学生とか高校生とか今後の進路を決めるときに、日本だけじゃないっていうのもいろんな選択肢を持っていってほしいなっていうのも思いますし、もっと私も発信 しなきゃなって思いますけど、いろいろ興味を持って女子サッカーに興味を持って、見てほしいなっていうふうに思います。もうこれからどんどんなでしこリーガー、ウィリーガーが増えるといいですね。そうですね。もう和田選手も頑張ってください。ここに魂が入ってるわけですから。どこだ？ここだ。ここね。はい。ありがとうございます。はい、というわけで和田選手、今日お時間長い間ありがとうございました。ありがとうございます。和田直子選手でした。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、和田選手の動画以上になります。いかがだったでしょうか？もう本当にね、和田選手、もう最初から最後までですね、笑顔絶えず、楽しいインタビューになりました。ボケても笑ってくれるし、変な質問でも笑ってくれるし、本当安心して、最後までですね、僕の方がちょっと調子に乗って、質問してしまった部分あったかなと思うんですけども、本当に、答えていただいて、ありがとうございます。和田選手、ポルトガルね、一部昇格ということで、今後の活躍も期待しております。ありがとうございました。そして、今後もですね、インタビュー動画のみならず、様々な企画用意しております。実際にね、どっか行ってみたとか、対決してみたとか、そういった動画、考えておりますので、楽しみにお待ちください。そして、よろしければ、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。あなたのチャンネル登録がサッカー界、女子サッカー界の未来を変える力になります。